生は、新朝末期から、前漢初期に存在した国家。中国戦国時代の際は、紀元前二百二十一年に、旗によって滅亡した。新末民編中に、他は、生を復古させ、都の城臨市に置いた。その後ろが、他がついだ。旗が滅び、紀元前二百六年正月に、幸羽が諸侯を分法すると、際は三分された。とは、 西王、田康は、西北王、田は、三河東王となった。田栄が三歳を統一した。田広寺、田横が後を継いだ。紀元前202年、関心が劉邦の命令を立て祭り、聖を滅ぼした。そして、関心が西王となった。長江によって旗が衰退すると、かつて、真に滅ぼされた殿氏一族の代表であるた良が、陳賞に呼応して、 反乱軍に参加した。他は、旗の召喚に打たれるが、他かの短い在位を経て他の重邸である、殿比佐氏型の子である他、を、擁立、自らは、最小となって、神への交戦を続けた。その後神が滅亡すると、皇吾の方権によって聖は三分割され、殿比佐氏から離反した殿氏一族の他とが、西王に、同じく独自に座絵に従った田安が、西北王に封じられた。 そして、最派殿下を考慮がかくまったことを理由にすわえに、対して援軍を出さなかったため、元の聖王殿は残る二川東王に、格下げとなり、聖の実権を握る坂境には、何の恩賞もなかった。不満を持った、殿久しは他、を止める一方を、他とを撃退して、蘇に追放した。しかし他は幸運を恐れて、二川東に向かい放置に着こうとした。 これに激怒した、殿久ワタ、を殺害して、自ら西欧に即位して、皇羽に対して反乱を起こした。田栄は法悦を懐柔して残るダ安スを撃たせ、再び、才を統一し、さらに同じく封建されず、皇羽に不満を持つチンアマルと結んで皇羽に対して徹底的に抗戦した。これに激怒した皇羽は自ら正当罰に向かい、皇羽は田栄を破った。そして、 天栄が庶民に殺害されると、皇羽は高を再び西王に立てた。しかし、天栄の弟の太陽子が中心となって抵抗を続けた。この時、皇羽は多数の蔡の捕虜を生き埋めにして殺害していたために、蔡は必死になって抵抗し、聖を平定することができなかった。この間に、劉邦が蜀、君、中から挙兵し、 漢中と法上を手にしたために皇羽は生から反転し、劉邦の軍勢と戦うことになった。皇羽が生から撤退すると太陽子は、伝栄の子である、伝広氏を生王として擁立し、自らは最小となって実権を掌握した。その後、劉邦敗下の関心による諸国征伐が開始されるが、劉邦の敗下の歴域が生との同盟を結ぶ死者として訪れ、 劉頬と蔡は同盟する。ところが、関心は陣営にいた、節客の通りの神言でそれを無視して、政を攻撃してきたため、政を伝広氏は激怒して、歴域を釜茹での刑に処して、関心の軍勢と戦うことになるが、蔡軍は関心に敗北し続けた。そこで、皇羽は、援軍として、将軍隆勝と阿蘇、周蘭が率いる二十万人の大軍を送ったが、 関心の農作の刑により流活は関営の軍勢に打ち取られ、集乱は総参に捕虜にされ、一気に20万人の軍も壊滅した。伝広氏はたまらず、逃げ出す者の捕まり、関心によって処刑された。田横は、伝広氏の死を知ると西欧を名乗りしばらく抗戦を続けたが破れ、放越などの下を転々として最後は海上の島に逃れた。その後、 竜邦は他横を召し出そうと使いを送るが、他横は降伏することを恥じて自噴し、殿筆と氏は完全に滅亡した。他殿奥女王の子で、ただての弟。他が戦死すると、正の人間に擁立されるが、殿久しにより諏訪へ追放された。他殿と幸運の論功交渉で分割された、正王になるが、殿久しにより諏訪へに追放された。 電栄電化マイナス電坂へ廃止後に、降雨に再度擁立されるが、田横により再び諏訪に追放された。電広子電横。ありがとうございます。